めくらまし。一。金が気になる。使ってならない金だと思うにつけて気になるのだ。担当は悪いが、少しぐらいは、この中から借りて使ったところで罪悪にはなるまいとついには思う。死者の頼みで、その形見を郷里へ届けてやるにしても、 ロギンというものがいる。当然その費用は、このうちから使ったとて構うまい。またハチはそう考えてから、幾分気が軽くなった。気が軽くなった時には、もう幾分ずつ小出しにそれを使い始めていた時なのである。だが、金の他に死者から預かっている、中条流印果目録の巻物のうちにある、 佐々木小次郎とは、一体どこが小国だろうか。多分、あの死んだ武者修行が、その佐々木小次郎に違いないとは思うが、浪人か、守持か、またどういう経歴のものであるかはさっぱりわからないし、わかろうとする手がかりもない。唯一の頼りは、佐々木小次郎に対して、印果目録を授けている、 金巻自災という剣術の師匠だ。その自災が分かれば、小次郎の素性もすぐ知れよう。それについて、また八も、伏見から大阪へ下ってくる道々、茶店、飯屋、旗ごと、檻のあるごとに、金巻自災という剣術の優れた人がいるかね尋ねてみたが、 聞いたこともないお人ですなと誰も言う。戸田制元の流儀を引いている中上流の大家だが、と言ってみても、果てねえ全く知るものがないのである。すると、路傍であったある侍が、多少標本にも心得がある様子で、その金巻自災とかいう人は、生きていても、 もう非常な老齢のはずだ。確か関東に出て、晩年は上州のどこか山里に隠れたきり、世間へ出なかったように聞いておる。その人の消息を知りたければ、大阪城へ参って、戸田門戸の将という人物を訪ねてみるとよい。と教えてくれた。戸田門戸の将とは何かと聞くと、秀頼公の兵法師範役のうちの一人で、 確か、越前、宇坂の庄の上京寺村から出た、戸田入道制限の一族のものだったと思うが、という話。少し曖昧な気もしたが、とにかく大阪へ出るつもりだし、また八は,は市街へ入るとすぐ、目抜きの町の旗子へ泊まって、そんな侍が五条内にいるか否かを聞いてみると、はい。 戸田正元様のお孫とかで、秀頼公のお師範ではありませんが、ご城内の衆に標本を教えていたお方はございましたが、それはもう古い話で、数年前に越前の国へお帰りになっております。これは宿の者の言うところだった。町人とはいえ、城内の用務もしている家の者の言うことであるから、前の侍の言葉よりは、 よほど真実味のある話だった。宿の者の意見ではまた。越前の国まで訪ねておいで遊ばしても、門戸の将様が今も果たしてそこにいるかどうかもわかりませんから、そんな頼りのない方を遠国まで訪ねて行くよりは、近頃有名でいらっしゃる伊藤八五郎先生をお探しになるのが近道でございましょう。あの方も確か、 中上流の金巻自祭という人のところで修行なされて、後に一刀流という独自な流儀をお始めになったのですから。それも一理ある忠告であった。だが、その矢五郎一刀祭の居所を探してみると、これも近年まで落外の白川に一案を結んでいたが、近頃はまた修行に出たのか、用としてその影を 今日大阪の付近では見かけたことがないと誰も言う。ええ、めんどくせえ。又八はサジを投げた。そう急ぐにも当たらないことをと一人ごとにつぶやいて。二。眠っていた野心的な若さを又八は 大阪へ来てから叩き起こされた。ここでは盛んに人物を受容しているのだった伏見城では新政策や武家制度を組んでいるがこの大阪城では人材を急合して浪人軍を組織しているらしかったもとよりそれは公然とではないが後藤又兵衛様や真田幸村様や 赤カ家ン様や、また、長我部森親様などへも、秀頼公から、そっと暮らしのお手当というものが届いているのだそうな。町人たちの間でも、もっぱらそういう噂をしている。で、どこの城下よりも、浪人が尊ばれ、浪人の住みよいのが、今では大阪の城下だった。長我部森親などは、 町外れのつまらない工事に尺矢して、若いのに頭を丸め、一無歳と名を変えて、浮世のことなど、わしゃ知らんよ。といった顔つきして、風雅と有利の両方に身をやつして暮らしているが、その手から、いざという場合には猛然と立って、対抗ご恩子のため、 という旗印のもとに集まろうという浪人が700や800は勝ってあってその生活費も秀頼のお手元金から出ているのだということも聞いたまた八は二月ほど大阪を見分しているうちに「ここだ出世の鶴を掴む土地は!と」とまず興奮を抱いたカラス根に槍一本担ぎ出して 宮本村の竹蔵と関ヶ原の空を望んで飛び出した時のような創始が、久しぶりに近頃健康になった彼の体にも蘇ってきたらしいのである。懐の鐘はぼつぼつ減ってゆくが、何かしら、俺にも、運が向いてきたという自覚がしてきて、毎日が明るくて愉快だった。石にけつまずいても、 そんな足元から、不意にいい運の目が見つかりそうな気がするのである。まず、身なりだ。彼は、いい大将を買って刺した。もう寒さにかかる晩秋なので、それに移りの良い小袖と羽織も買った。旗子は不経済と考えて、純景堀に近いバグ師の家の離れを借り、食事は外でし、 見たいものを見、家へは帰ったり帰らなかったり、好み通りな生活をしている間に、良い地球を得、手づるを見つけ、淵の口にありつこうと心がけていた。この程度に生活を辞していることは、彼としてはかなり自戒を保って、生まれ変わったほど身を治めているつもりなのである。あれ、大やりを立たせ。 乗り換え馬を引かせ、友の侍を二十人も連れて通りなさる。今では大阪城の京橋口に五番頭として詰めてござるが、純慶堀の川ざらいには土を担いでござった老人衆であったに。そんな羨ましい噂を街ではよく聞くが、さて、また蜂がだんだんに見るところでは、世の中というやつは、 まるで石垣だ。きっちりと使われる石は組んであって、後から入る隙はねえものだ。少し疲れてきたが、また。なーに、鶴の見つからねえうちがそう見えるんだ。うまく割り込むまでが難しいが、何かへとっついてしまえば。と思い直して、曲がりしているバグシの親父へも、 口を頼んでおいた。旦那方お若いし、腕もおできなざるじゃろうし、ご条内の州へ頼んでおけば、すぐお抱えの口はありましょうで。ありそうな口ぶりで、そこのバグ師も安請け合いしたが、口はなかなかかかってこない。そのうちに冬も十二月、懐の金も半分になっていた。 三。半華な町中の空き地の草にも、朝朝、霜が真っ白に降りる。その霜が消えて、道のぬかるむ頃から、ドラだの、太鼓だのが、そこでは鳴り出す。師走のせわしない人々が、案外のんきな顔して、当日の下にいっぱいに群れていた。 いとも粗雑な野来を囲って、外からは見えないように、それへむしろを張り回してある人寄せの見せ物が、六七箇所に旗紙や毛ありを立て、その暇人の群れへ呼びかけて、客を奪い合う様は、なかなか真剣な生活線だった。安醤油の匂いが人混みの間を這う。串に刺した煮物を加えて、 馬みたいにいなないているけずねの男たちがあるし、夜はおしろいをぬりこくって袖をひく女たちが、解放された飯筋みたいにぼりぼり豆を食べながらつながって歩いてゆく。のてんへ腰掛けを出して酒をくんで売っているところでは、今、一組の殴り合いがあって、どっちが勝ったのか負けたのか、後ろへ血をこぼしたまま、 その喧嘩のつむじ風は、わらわらと町の方へ駆け去ってしまった。ありがとうございました。旦那様がここにござったで、器は壊されずに済みましただ。酒売りは何度もまた蜂の前へ来て、礼を繰り返した。その礼心が、今度のおかんは、あんばいよくついたつもりで、 頼まない魚物まで添えてくる。また蜂は悪い気持ちでなかった。町人同士の喧嘩なので、もしこの貧しい露天の物売りに損害をかけたらとっちめてやろうと睨みつけていたが、何のこともなく済んで、露天の親父のためにも、自分のためにも、同型であったと思う。親父、よく人が出るな。 しわすなので、人は出ても、人足は止まりませんでな。天気が続くからいい。とびが一は人混みの中から何か加えて高く上がっていく。また蜂は赤くなっていた。そしてふと。そうだ。俺は石引きするときに酒はやめると誓ったのだが、 いつから飲み始めてしまったろう。人ごとのように考えた。そして自ら。まあいい。人間酒ぐらい飲まねえでは。と慰めたり、理由つけたりして。親父、もう一杯。と、後ろへ行った。それと一緒に、ずっとそばの将棋へ来て、腰掛けた男がある。 老人だなとすぐ見て取れる格好だった。大将だけは人をして酒しめるほど威嚇的な長者であるが、襟赤のついた合わせに上へ人への胴なしも羽織っていない。おいおい、天守、俺にも早いところ一号、熱くだぞ。腰掛け、肩あぐらを乗せて、じろいと股蜂の方を見た。 足元から見上げて顔のところまで目が来ると、いやあ、と、何のこともなく笑う。またはちも、いやあ、と同じことを言って、缶のつく間、どうですか、一個。飲みかけで失礼だが。これは、すぐ手を出して、酒飲みというやつ、いやしいもので。 実は、存在がここで一杯やっているのを見かけると、どうにもこう、ぷーんと鼻を襲ってくる匂いがたまらん。たもとを引いてな。いかにもうまそうに飲む男だ。内楽で豪血肌らしいと、またハチはその飲みぶりを見ていた。四。よく飲む。 またハチがそれから一号もやるうちに、この男はもう五号を超えて、まだしっかりしたものだった。どのくらいと聞くと、ちょっと一緒、落ち着いてなら、まあ、量が言えぬ。という。自局を断じると、この男は、肩の肉を盛り上げた。家康がなんだ秀頼公を差し置いて。 大御所などと馬鹿らしい。あの親父から、本田正純や、威区の求心を引いたら何が残る公開と冷血と、それと多少の政治的な、武人が持たぬ才を少し持っているというに過ぎない。石田三成には勝たせたかったが、惜しいかな。あの男諸行を操縦すべく、あまりに潔癖で、 また身分が足らなかった。そんなことを言うかと思うと。聞こう。例えば、今にも関東、髪型の手切れとなった場合は、どの手につくと聞く。また蜂がためらいなく。大阪方へ。と答えると。よお<う>とばかり、逆を持って将棋から立ち上がり。 我が党の死か。改めて、一山剣持妄想。して、貴君はいずれの藩士。と言って。いや、許されい。まず自身から名乗る。それがしは、賀茂浪人の赤壁やそまというもの。ご存じないか万段へもあれとは、紛景の友で。 共に他実を期している中。また今、大阪城での早々たる一方の将、鈴木田早人と金助とは、あの男が漂白時代に共に諸国を歩いたこともある。王の首里之助とも三四度あったことがあるが、あれは少し陰性でいかん。金助よりはずっと勢力はあるが、 喋りすぎたのを気がついたように、後ろへ戻って。ところで、聞こうは」と聞き直す。又八は、この男の話を全部が本当とは信じなかったが、それでも何か圧倒されたような引け目を感じ、自分もほらを吹き返してやろうと思った。越前宇佐科の城、上京寺村の、戸田流の海藻。 戸田入道正源先生をご存知か名だけは聞いておる。その同等を受け、中上流の一流を開かれた無欲無視の隊員、金巻自才と言われる人は、私の恩師でござる。男は、そう聞いても格別驚きもしないのだ。坂を向けて。じゃあ、気功は剣術を。 さよう。またハチは嘘がスラスラ出るのが愉快だった。大胆に嘘を言うと余計に酔いが顔に咲いて酒の魚になる気がするのである。多分、実はさっきからそうじゃないかと拙者も見ておったので、やはり鍛えた体は違うと見え、どこかできているな。して、金巻自災の御門下で、 なんと仰せられるか。差し支えなくばご生命を。佐々木小次郎というもので、伊藤八五郎一等歳は私の兄弟子です。え<っ>と、相手の男が驚いたらしい声を発したので、また蜂の方こそびっくりしてしまった。慌てて、それは冗談と取り消そうと思ったが、赤壁やそまは、 途端に地へ膝をついて頭を下げているので、今さらもう冗談とも言えなかった。ごおみそれ申して。と、やそまは何度も謝る。佐々木小次郎殿といえば、徳より耳にしておるその道の達人。知らないというものはたわいのないもので、 戦国からの失礼は、ひらに。またははほっとした。佐々木小次郎をよく知っているものか、面識でもある間柄でもあれば、たちまち嘘がばれて、油を絞られるところであったがと。いや、お手を挙げてください。そう改まられては、私こそご挨拶のしようがない。いや、先ほどから、 高原のみ吐いて、さぞお聞き苦しかったことで。何、私こそ、まだ士官もせず、世間も知らぬ弱廃者で。でも、県においては、いやあ、よくお名前は、あちらこちらで聞きますぞ。そうだ、やはり佐々木小次郎。つぶやいてヤソマは、酔うと目やにの出る将らしい目を、 ドロンと末その上で、まだご主観もなさらぬのか。惜しいものだ。ただ、剣一方に全てを打ち込んできたので、世間には、とんと何の知恵もないために。いや、なるほど。では、まんざら主観のお望みがないわけでもないので。元より、いずれは、 主人を持たねばならぬと考えていますが、ならば造作もないこと、実力があるのだから確かなものだ。もっとも実力があっても、黙っていては容易に見出されるはずはない。こうお目にかかっても、それがしですら、尊名を聞いて初めて驚いたようなもので、と、盛んに焚きつけて、お世話しよう、と言い出した。 実はそれがしも、友人のすすきだかねすけに身の振り方を依頼してあるところ。大阪城では、六を問わず、抱え入れようとしているおりだし、気候のような人物を推挙すれば、すきだう氏もすぐ買おう。お任せくださるまいか。どうやら、赤壁やあそまは乗り気になっているらしい。また八は,は、 その口へありつきたいことは山々だが、佐々木小次郎であると他人の名を借用してしまったことがどうもまずい。引っ込みのつかない不出来だ。仮に未まさかの強都、本遺伝又八と名乗って実際の履歴を話したら、この男も乗り気にはなるまい。鼻先で軽蔑を与えられるぐらいなところがオチである。やはり、 佐々木小次郎の名がものを言ったのだ。待てよ。とまたハは胸の内で考える。何もそう心配したほどのものじゃないと思う。なぜならば、佐々木小次郎なる者はもう死んでいる人間だ。伏見城の工事場で撃ち殺されてしまった人物ではないか。しかもそれが佐々木小次郎なりとは、 おそらく、俺以外の何者も知っていまい。死者の所持していた唯一の戸籍証明である印果目録は、自分が彼の今はの一言によって預かってきているので、後で調べのつこうわけはない。また、一個の乱暴人として撃ち殺した死者に対して、そんな面倒な調べをいつまでもやっているはずもない。わかりっこはない。 またハチの頭に大胆なずるい考えがそうひらめいた。没然として彼は死んだ佐々木小次郎になりきってやろうと保存を決めた。親父、勘定金入れから金を出してそこを立ちかけると赤壁屋様は慌てて今の話はと一緒に立った。 ぜひ、ご尽力を願いたいが、この路傍では十分な話もできぬ。どこか座敷のあるところへでも行って。ああ、そうか。とヤソマは満足そうに頷ういて、自分の飲んだ台までまた蜂が払っているのを当たり前のような顔して眺めていた。六。 怪しげなおしろいの裏町である。またはちとしては、もっと高等な手老へ案内するつもりだったが、赤壁やそまが、そんなところへ上がって、つまらぬ金を使うよりは、もっと面白い土地がある。と言って、しきりに裏町遊びを謳歌するので、ともかく引っ張られて来てみると、まんざらまたはちの肌に合わない状況ではない。 ビクニ横丁というのだそうである。大げさに言えば、長屋宣言が皆賠償婦の家で、一夜に百石の油を闘身に灯すとも言えるほどな繁盛さである。すぐ近くに潮の刺す黒い堀が通っているので、出合しだの、口頭の下だのには、よく見ると、フナムシやカワガニがぞろぞろ張っていて、 それが命取りのサソリという幼虫のように薄気味悪いが、無数のおしろいの女の中には、見目良いのも稀にあって、中にはもう四十に近い要望に金を黒黒つけ、ビクニズキンにくるまって、よさむをかこち顔でいるなど、なかなか物の哀れも当時の心をそそるのであった。いるな またはちがため息つくと。いるだろう。下手な茶屋女や鍵などより、はるかにましだ。バイタというと嫌な気がするが、冬の一夜をここに明かして、その全身なり、ウジス状なりを、寝物語に聞いてみると、皆、生まれた時からのバイタではないて。肩と肩のすれ合ってゆく往来中を、 やそまは得意になって弁じていた。室町将軍の奥に仕えていたという美国があるし、父は武田の真だったの、松永秀久の宴類のものだのという女が、この中には随分ある。平家の没落した後もそうだったが、天文、永禄からこっちは、あの時代などから見ると、もっと激しい清水が繰り返されたのだから、 浮世の下水には、こんな風に落下の悪他がたまるのだろうな。それから一軒の家へ上がって、ヤソマに遊びの仕方を任せると、これはこの道での豪のものと見え、酒のあつらえ方、女たちの扱いよう。卒がなくて、なるほど、この裏町は面白い。泊まったことはもちろんである。 昼間になっても、空いたと言わないヤソマだった。おこうのよもぎの寮では、いつも日陰者でいたまたはちも、他年の鬱憤をここに晴らしたか。もう、もう、酒は嫌だ。と、ついにかぶとを脱いで、帰ろう。言い出すと、晩まで付き合いたまえ。とヤソマは動かない。 晩まで付き合ったらどうするんだ今夜、鈴木田兼助の屋敷へ行って、金助と会う約束がしてあるんだ。今から出ても時が半端だし、それに、そうだ、気候の望みももっとよく聞いておかなければ、先へ行って話もできない。六など、初めからそう望んでも無理だろういかん 自分からそんな安めを売ってはいかん。とにかく中上流の因果を持って、佐々木小次郎とも言われる侍が、6はいくらでもいいからただ士官がしたいなどと言ったら、帰って先から下げ済まれるぞ。五百国もくれと言っておこうか。自信のある侍ほど手当や待遇なども大きく出るのが通例だからな。痩せ我慢などせぬがいいのだ。 七谷間の壁を見上げるようにこの辺りはもう早い日陰になっている大阪城の巨大な影が夕空を覆っているからであるあれがススキダの屋敷だぞ堀の水に背を向けて二人は寒そうに佇んだ昼間からつぎ込んでいた酒も この掘り端に立つと、ひとたまりもなく吹き飛んで、花の先に水花が凍りつく。あの、腕疑問か。いや、その隣の角屋敷。うーん、高層なものだな。出世したものさ。三十歳前後の頃には、まだススキだカ助などと言っても、世間で知っている奴はなかった。 それがいつの間にか。赤壁やそまの言葉を又八は,は空耳で聞いていた。疑っているのではない。もう彼の言葉の端など注意してみる必要を感じないほど信頼しきっていたのだった。そして、この居城を取り巻いている大正名の門を眺めて。俺も。 うつボツとしてくるものを彼も抑えきれない青年だった。じゃあ、今夜一つ、金助に会って、うまく気候の体を売り込んでみせるからな。やそまはそう言って。ところで、例の金だが、と催促した。そうそう。また蜂は懐から革銀着を取り出した。 少しくらいは、と思いながら、いつの間にか、この革銀着の金も三分の一になっていた。その残りの底をはたいて、ざっとこれだけあるが、これくらいな贈り物でいいのかいいとも、十分だ。何かに包んでゆかなければいけないが、なに。 死官のとりなしを頼むときのご推挙料だのご献金だのというやつはすすきだばかりじゃない。公然と誰でも取っていることだから何もはばかって差し出す必要は少しもないのだ。じゃあ、預かっておくぜ。持ち金のほとんど荒ましを彼に手渡してしまうと、またはちはやや不安を呼び起こして歩み出したヤソマに追いすがり、 うまく頼むぞ。大丈夫だ。先で渋った顔をしていたら、金をやらずに持って帰るだけのことじゃないか。何も金助だけが大阪型の勢力家じゃなし、大野でも後藤でも頼み込む思案はいくらもある。返事はいつわかるか。そうだな。ここで待っていてくれてもいいが、 堀端の吹きさらしに立っているわけにも行くまいし、また怪しまれるから、明日会おう。明日どこで人寄せのかかっている例の空き地へ行ってくれ。承知した。聞こうと初めて会った、あの酒売りの親父の将棋で待っていてくれれば間違いない。時刻も打ち合わせて、 赤壁やそまはそこの門内へ大手を振って入っていった肩を振って堂々と通っていく態度を見届けてあれならなるほどススキだカネとは貧困時代からの旧友だろうまた八は安心に似た気持ちを抱いてその晩は様々な夢にふけりあくる日を待ちかねて定めの時刻に 人寄せ場の空き地へ下どけを踏んでいった。今日も師走の風が寒かったが、当日の下にはたくさん集まっていた。8どうしたのか赤壁八そはその日姿を見せなかった。次の日何かの都合だろう。 また八はこう善意に解釈して、例のの天の酒売りの将棋で、今日は、と、正直に空き地の人混みを見回していたが、その日もついにヤソマの姿を見ずに暮れてしまった。少し照れて、親父、また来たぞ。三日目である。 こう言って将棋に腰を据えると、酒売りの親父が、毎日の彼の挙動を密かに怪しんでいたと見え、一体誰を待つのかと尋ねるので、実は近々な死祭で、いつぞやここで地気になった赤壁という老人と落ち合う約束になっているのだが、と語るとえ。えあの男に親父は呆れたような口ぶりで。では、 死官の口を修繕してやるからと言って、あいつめに金を取られたので。取られたわけではない。わしから依頼して、すすきだ殿へ渡す口入れ金を預けておいたのだが、その返事は早く知りたいので、毎日待っているわけだが。おいやおや、お前様は。親父は気の毒そうに、またはちの顔を眺めて、 百年待っていても、あの男が来るはずはありませぬ。えど、どうしてあいつは、なうてな悪で、この空き地には、ああいうガチャバエがたくさんおりましてな。少し甘い顔と見れば、すぐたかってくるのでございます。よほど気をつけてあげようかと思ったが、後のたたりが怖いし。 お前様もあの風亭を見れば気がつくだろうと思っていたのに、金を抜かれてしまうなんて、こりゃお話にならんわい。気の毒を通り越して、まはちの無知をむしろ哀れむような口ぶりなのである。だがまたは恥をかいたとは思わない。突然の損失と希望から放り出された痛手に、身が震え、 血が行き通って呆然と空き地の人群れを見つめていた。無駄とは思うが念のため目くらましの囲いへ行って聞いてみなさるがよい。あそこではよくガチャバエが集まって銭の掛け事をしておりますでそういう金をつかめばことによると遊び場へ顔を出しているかも分かりませぬ。そうそうか。 またハチは慌てて将棋を立ち、その目くらましの人寄せというのはどこの囲いか親父の指さす方を見ると、この空き地のうちでは最も大きな野来が一つ見える。現術者の群れが工業しているのだという。見物は木戸口に移収していた。またハチが近づいて行ってみると、 諸蝶が勅兵だとか、辺表同時とか、家臣孤児の一弟子とかいう有名な弦術師の名が木戸口の旗に記してあって、幕とむしろで囲んであるその広い屋来のうちでは、怪しげな音楽に混じって、術者の掛け声と見物の拍手が湧いていた。9 裏へ回ると、見物の出入りしない別な口があった。またハチがそこを覗くと、とばへ行くのかと、立ち番の男が言う。うなずくと、よしというような顔をしたので、彼は入っていった。幕の中では、青天井をいただいて、二十人ばかりの不老人が車座になって爆地をしている。 また蜂が立つと、じろっとすべての白い目が彼を見上げた。一人が黙って彼の前に席を開けたので、慌てて。この中に赤壁やそまって男はいないか聞くと。赤馬か。そういえば赤馬のやつちっとも出てこねえが、どうしたんだろう。ここへ来ましょうか。 そんなことわかるもんか。ま、入りねえ。いや、俺は遊びごとに来たんじゃない。その男を探しに来たのだ。おい、ふざけるなよ。博打もせずに賭場へ何しに来やがったんだ。すみません。向こうずねをかっぱらうぞ。すみません。方法の手で出てくると、追いかけてきたガチャバエの一人が、 やろ、野郎待て。ここはすみませんで済む場所とは違う。不定奴だ。爆打をしなけりゃ、馬代を置いてゆけ。金などない。金もねえくせに飛ばぞきをしやがって。さては、隙があったら銭をさらっていこうという了見だったに違えねえ。この盗っ止め。なんだとまた蜂がクワッとして、 刀の塚を示すと、これは面白いと、相手はあえて喧嘩を買ってくる腰だった。べらぼめそんな脅しにいちいちびくついてじゃ、この大阪表で生きちゃいられねえんださあ、切るなら切ってみろき、切るぞ切れ何も断るには及ばねえや俺を知らんか 知ってるもんか。越前宇坂の庄、上京寺村の竜祖、戸田五郎左衛門が没後の門人、佐々木小次郎とは、わしのことだ。そう言ったら逃げるだろうと思いのほか、相手は吹き出して、また蜂の方へ尻を向け、やらいのうちのガチャバエを呼び立てた。やーいみんな来いこいつなんとか今、 おつな名乗りを上げやがったぜ。俺たちを相手に抜く気らしい。一つお手の内を見物としようじゃねえか。言い終わると、キャッと、その男は尻を切られて飛び上がった。またハチが、不意に抜き打ちをくれたのである。チクという声。それからわっと大勢の声が後ろに聞こえた。 またハチは決闘を下げて人混みの中へ紛れ込んだ。なるべく人間の多いところへとまたハチは姿を隠して歩いていたが、危険を感じるほどどの人間の顔もガチャバエに見え、とてもうろついておられなくなった。ふと見ると、目の前の野来に大きな虎の絵を描いた幕が垂れていて、木戸には釜槍と 蛇の目の門と旗印が立ててあり、空き箱に乗っている町人がしゃがれ声を振り絞って、虎だ虎だ千里行って千里帰るこれは朝鮮渡りの大虎加藤清正公が手取りの虎というような人寄せ文句を不思議けて怒鳴っていた。銭を放って、 またハチは中へ飛び込んだ。そして、いささかほっとしながら、どこに虎がいるのかと見回してみると、正面に戸板を二三枚並べ、それへ洗濯物でも貼り付けてあるように、一枚の虎の皮が貼り付けてあった。十。死んだ虎を見せられても、見物は神妙に眺めいって、 これは生きていないじゃないかと腹を立てるものはなかった。これが虎かいなお。大きなものやな。感心して入り口から出口の軌道へ入れ替わっていく。またははなるべく時を過ごそうと考えていつまでも虎の川の前に立っていた。すると、ふと自分の顔の前に旅装いの老夫婦が立って、 ごんおじよ。この虎は死んでいるのじゃろうが。と、馬場の方が言う。じじ侍は竹の仕切り越しに手を伸ばして、虎の毛に触れながら。元より川じゃもの。死んでおるわさ。軌道で呼ばわっている男は、さも生きているように言うたがのう。これも、 めくらましのひとつじゃろて。じじ侍は苦笑していたが、ばばの方はいまいましげにしぼんでいる唇を振り向けて。やくたいもない。めくらましならめくらましと看板にあげておいたがよい。死んだ虎を見るくらいなら絵を見るわさ。軌道へいんで銭を返せと言うてこう。ばば、ばば。 人が笑うぞよ。そんなことはめかんでもええ。何の見えがいろ。お主言うが嫌ならわしが言う。見物のものを押し分けて戻りかかると、あっと、その人ごみの中に肩を沈めたものがある。ゴンおじと呼ばれたじじ侍が、いや、また八、と怒鳴った。 おすぎ隠居は目が悪いので。な、なんじゃごんおじ。見えなんだかよ。ばばのすぐうしろに、またはちめが立っておったぞ。ぎ、ほんまか。にげた。どっちゃえ。ふたりは、軌道の外へ転び出した。もう、あきちの雑踏は、くれいろに包まれていた。またはちは、 いくたびも人にぶつかった。そのたびにくるくる舞いして、後ろも見ずに街中の方へ逃げていく。待て待てせがれ振り返ってみると、母親のおすぎは、まるで狂気のようになって追ってくるのだった。ゴンオジも手を振り上げ。バカよなんで逃げるぞいまたあっち またハチ。それでもなおまたハチが足を止めないので、お杉隠居はしわ首を前に伸ばし、だらば、だらば、だらば。夢中で叫んだ。のれん坊だの竹竿を持って、町の者は先へ行くまたハチをコウモリを撃つように叩き伏せた。往来の者もワイワイと取り囲んで、 捕まえた不定つだどうやせ叩く殺してやれ足が出る、手が出る、唾を吐きかける。後から息を切って、ゴンオジと共に追いついてきたおすぎ隠居は、その手を見ると、群衆を突き飛ばし、小脇差しの塚に手をかけて歯をむいた。ええ、むごいこと お主ら、何しやるのじゃ、この者のへ。ジウ馬は、理をわきまえずに。バーバー殿、こいつは泥棒だよ。泥棒ではない。わしが子じゃわ。えお前の子か。おうさ、ようも足気にしあったな。町人の分際で、侍の子を足気にしあったな。ババが相手にしてくりよ。 もう一度今の無礼をしてみやい。冗談じゃない。じゃあ、さっき泥棒を泥棒と怒鳴ったのは誰だ怒鳴ったのはこのババじゃが、お主ら不税に足毛にしてくれと頼みはせぬ。泥棒と呼んだらせがれめが足を止めようかと思うて言うた親心じゃわ。それもしらいで、殴ったり蹴ったりは何事じゃ。 この慌て者目が